はい、こんにちは。スプレーアートでノベルちゃんと梅ちゃんです。今タイに行って、タイに行ってこの匂いがする。臭い、臭い、おいしい、臭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 い、めっちゃいい。少しはいいけど、少しは好きだけど、これはやばい。え、家にちょっと飾って、飾らないダメ、ダメ。おお、あ、めっちゃいい匂い。パクチーけど、私好きだけど、ヨヘは少しは好き、少しは好き。でも、ベロたちのイカれてるレベルじゃない。うん、大好き、パクチー大好き。まあでも、タイに来れば、タイのプーケとかタイの市場に行けば、もうパクチーなんか当たり前にあって、当たり前にあって、いつでも買えると。どこでも、だってイオンしかで見てない。イオンですか、ね、イオンでしか。あんな、で、玉ねぎが、玉ねぎがたまにある。たまに。宮田行くと長野とかにも行くともないよ。ないないない。絶対見つかんない。ということで、パクチー食べたかったらタイに来ればどんな料理でもパクチーが入ってるから。パクチーの国。パクチーの国、タイでした。本当にタイ。嬉しい。嬉しいだろ。私も私好きだから。オッケー。ということで、楽しいと思ったら、ためになったと思ったらチャンネル登録と。高評価お願いします。アディオスアミゴス。パクチーが好きかどうか書いてください、コメントで。